早部です。今日は秋田県大仙市大曲に来ております。こちら中華そば近藤さんですね。こちら行ってみようと思います。はい、来ました。こちら鴨中華頼みました。鴨の混ぜご飯がねサイドメニューだったんですけども、売り切れてしまったので特大にしてみました。美味しそうですね。こんな感じで油とスープが2層になってますね。熱々な油の層が、鴨の油の旨味がすごい。 あとこれもネギもコンフィっぽくしてるのかな。まあひとまずね麺からいただきましょう。麺細めで割とパツパツっぽい雰囲気だけど、どうだろう。うまいうまい。若干加水が低めなんですけども、ちょうどいい感じの硬さかな。あ、おいしい。やっぱ鴨の油とネギも合うしね。まあ鴨チャーシューいただこう。ネギもいただきましょう。あ、むっちゃ甘い。調理もいいね。いや、これは美味しいわ。この後も食べていきます。はい、食べてまいりました。とても美味しかったですね。12時前には入ってたんですけれども、もう混ぜご飯がなくなっちゃってるっていう人気っぷりで、店主さん一人で回してるので、どうしてもちょっとこう回転っていうのはそこまで早くはないんですけれどもね。で、そこ丁寧に作られてて美味しかった。で、醤油だとかに関しても柔らかい醤油の味でね、ガツンとくる感じじゃなくて、鴨の美味しさ、麺の美味しさ、そういうのを素直に味わえるね、一杯でしたね。あとはね、鴨のワンタンとかね、鴨油の追加、あと鴨チャーシューの追加、そういうものもできるようなのでね、次来た時はちょっとワンタン頼んでみようかな。あとね、トビオの出汁とね、一緒にしたものとか、紅ズワイガニラーメンとか、そういうのもあったので、これもね、非常に興味ありますね。ということでね、またちょっと来たいお店ですね。美味しかったです。近藤さん、これからも頑張ってください。以上、アベンでした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。